1945年8月6日、日本の広島は人類最初の原爆原子爆弾の被災地となりました。その結果として20万の人々の尊い生命が奪われています。その3日後の8月9日には長崎にも原子爆弾が投下され、6万人もの人々が亡くなりました。現在どのくらいの人々が原子爆弾の後遺症で亡くなっているのかは分かっていません。原爆による死因の過半数は焼け跡であることや、原子爆弾の投下地点から半径2分の1マイルに来た人々はほとんど亡くなり、生き残った人々の半数も数週間以内に放射線障害で亡くなりました。長期にわたる放射線障害の破壊影響をもたらしています。白血病、放射線障害、悪性の病気等は寿命を縮め、そして死に至らせています。放射能は風によって何十メートル先を回り拡散され、雨や雪が降る場合の中に流れていきます。地球上で行われる有事が、地震の影響等を発生します。